はい、聞こえてる？これちょっとこれで見ようよ。俺の携帯バキバキだから。バキ、昨日バキ見てたの。ずっとシーズン3、シーズン3最後まで見たわ。ネットリックスでね、バキが始まりましたけど、めっちゃ面白かったわね。あれで、あのあモハメド・アライ・ジュニーが、そう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 、あのアントニオ以外情けないおっさんたちでしょ。そう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 、めっちゃ面白かったわ。喧嘩では負けたみたいな。そうそうそう。はい、さあこれは見てんの？今見られてんの？ちょっと待ってね。今日、ああもう見えてんじゃない？はい。さあ今日はですね、なんと、なんですか今日は？今日は8月7日。7日？何だっけ？うん。まあね、うん、今日展開で私がやるということで、うん、いいじゃん。ただちょっと営業時間がね変わってまして、ね、7時から、あ、まあオズマンドから行った方が早いね。オズマンドは今日渋谷俊さんと、うん、あと渋谷俊さんの、相方誰だっけ、どうだったあれで浅井、浅井さんね、浅井さん、はいはい、のショーと、あと匠高橋さんのショーがありますからね。それはどういう、どういう、渋谷俊さんを知らない人のためにちょっとどういう方なんですか？渋谷俊さんはね、まあ、僕が見る限り、主にあれなんですよ、ステージのマジシャンなんですよ、うんうんうん、彼は。でね、すごくなんていうの、クラシックな感じのアクトですごくね、うん、面白かった。前初めてマイケル・ジャクソンアクトを見たんだけど、すごい良かったのよ。いや実は私もあのショーを見に行ったことがありまして、うん、最近、はい、ちょうど自粛が終わって、うん、でまた今もっと今感染者増えたけど、それになる前ちょうどいいぐらいの時にちょうどね、しゅんさんが、下北でね、うん、ショーをやって、うん、それを見に行きました。すごい素晴らしかった。本当クラシック、なんかここまでクラシック、このね若い年齢でここまでクラシックで、うん、あんなね、まあ、私と真逆のねマジックやる人は初めて見たから、正統派だね。そう、すっげえ練習してんだと思った、うん、ちゃんとやってんなと。ちゃんとやって、まあ、サンちゃんもちゃんとやってるけどね。まあまあまあ、そうなかなか見れないですもんね。だからそうだね、本当に素晴らしい。しかもすごい子供の時からやってて、もう言っちゃえば大先輩ですよ。ほんと。それ高橋匠さんっていうのはどういうマジシャンなんですか？彼はね、真逆でね、うん、すごくいい加減です。おお、逆にそれは見てみたいですね、うん、そう こんにちは、こんにちはしか来てないけど、 AK、はい、こんにちはってね、こんにちはね。さあそれ営業時間またちょっと変わってね、ちょっと10時までしかできないってことで。あ、そうだね、時短営業になります。今日は1部しかないの？オズマンド今日は2部あります。あ、2部あるんだ。7時からと9時から、うん、うん、で営業終了が10時なんで、一応そこはじゃあ10時、はい、展開は、展開は7時からオープンで、ショーが8時から。8時から、はい、はい、なるほどね。で1回しかないです。1回しかないね。まあね、ちょっと展開特にちょっと密なんで、うん、今日は何するんですかってコメント来てます。今日は何するんですか、何するんですか、この配信で、それともショーで。じゃあこの配信では何するかを決める、うん、決めようか、うん。いつもはね、この配信毎日出演者の方にね、そう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 、出てもらってるけど、今日はちょっと、もろもろ音の需要があって、その前にやってるっていう、はい、はい、ですけど、うん、まあ、今日は何しよう、この話で、俺が始めた、昨日始めたこの、ああ、アサルト。あ、アサルトじゃないんだっけ、アル。アルって言ってた。アルト、アサラト。アサラト、アサラト。名前いつまでもアサルトかと思って。アサラト、アサラトね、
すごい上手いね、それキャッチするの難しいんだよ、こう。そうなんですよ、ね、すぐ手首を曲げちゃいけないらしいんですよ、これ絶対曲がっちゃうんだよね、だって曲がんないと、だってさ、曲げないと触れないと、そう、まあ、遠心力だけでやってるわけで、遠心力するにもさ、そう、こうやんないと、そうね、だから久しぶりに本当ちゃんと練習してる、へえ、偉いじゃん、うん、もうアサラトの演奏者になろうと思って、アサラトの神になろうとしてるわけ、ね、もうマジックショーでもマジックしないでアサラトって変えろって、ああいいね、そういう作戦、それをなんか夢にしよう、夢というか目標にしよう、そうそう、目標にして、うんうんうん、だからマジックショーを見に来たっていうお客さん集めて、うん、マジックしないでこれを見せるじゃない、そう、でその人たちが満足して帰れるぐらいのね、そうね、出来になればね、うん、まずこれ民族、アフリカのね民族楽器なんですよ、はいはいはい、で昨日ね、たまたまのタクちゃんと影絵女子、影絵女子、女子じゃない、影絵、カカシ座、カカシ座、ね、カカシ座の、ね、不思議の国の、あの舞台を見に行って、うん、サンチャに、サンチャに、サンチャに、かサンチャに行って、サンチャにね、で謎の楽器上がってね、そう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 、そこに入ったのがきっかけでした、うん、そうだね、だからあそこに行かなかったら、俺こうやって出会ってなかった、出会ってなかったから。もうまあ、何かの縁ですよ、石井正樹さんに感謝するしかない、うん、そう、正樹さんすごかったね、うん、あの出ないって言ってたじゃん最初、うん、そうがっつり出たね、がっつり出てたね、すごかった、そうすごい、あんないい感じのキャラだったら知らなかった、ね、もう知ってたよ、知ってた、うん、いやいや、オーズマンドにいる時と全然違う、まあ、そうね、オーズマンドにいる時はもうずっと、もうそうそうそう、ほんと、うん、いいおいちゃんって感じだね、ボスって感じ、ボスって感じね、今日マジ何するんですか、じゃあオズマンドでは、オズマンドで、うん、僕はあの渋谷俊さんのショーを見に来ました、うん、ああなるほどね、そうそうそう、出演者であり見ることもする、そう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 、結構本当コメント来ないね12人の方に先生というか、まあ、まあ、そのうち1人、うん、たくちゃんね、ぶっちさんもいて、そうね、だから実質10人かな、うんうん、3分前に告知したからね、まあそうだね、皆さん仕事しているんでしょう、うんうん、やっぱりあれやろうか、じゃあ何ですか、サイレントユビスマ、ああやっちゃう、やっちゃおうか、サイレントユビスマ、これ面白い、皆さんはやりましょう、うん、サイレントユビスマね、うん、じゃあサンちゃんからいく、うん、勝っちゃったな今日は勝った、あのね、サンちゃんうまいから、いつもいや2人でやるとちょっとね、確かにそうなの、そうね、3人でやったね、3人だともっとね、うん、心理戦があるんだけど、マジック見たいですそりゃそうだ、マジック見たいですって、そうだけどでもお店に来れば見れる、そうなんね、そうやっぱさ、こういうご時世だから、うん、見たいってサンちゃん、なんかあったっけ、じゃあちょっと準備するから、ちょっとあれして、あ、マジのやつやる、うん、ガチのやつやる、今日やるよ、展開でやる予定のやつやる、いやいや、それやっちゃダメでしょ、いやでもだって、いやあのね、やっぱお金払って見に来てくれてるから、みんなここでね、無料で見せるショーはね、やっぱり少しそれなりのクオリティのを見せないと、無料のクオリティ、まあでもあの大丈夫、その上のクオリティないっていうことにするからさ、っていうことにするって、あ、クオリティ変えられるの、違うマジックだもん、まあ、ちょっとこれ久しぶりやったら、まあ、はい、練習だったらでもあるけど、ちょっとあの、はい、繋いどいて、繋ぎます、うん、これあのアサラットがね、どんだけ難しいか見せます、ここなんだっけ、人差し指と中指にこう挟むんですよね、でこうここぶつけるとこうカチンと音が鳴ると、で中マラカスみたいになんか入ってますと、でここでカチンって鳴らした後、こっちに来たのをここでキャッチしなきゃいけないんですけど、それがねすごい難しいんです、キャッチが難しい、でぜひね、あの黒人の方がやってる、うん、本場の、本場のねアサルトを見てる、アフリカンがやってる、超すげえ、うん、そんなとできんのかよみたいな、
違う楽器にね。ね、そう。なんかこれも多分さんちゃんのことだからいずれマジックに使われるでしょ。まあ可能性はある。可能性はね。明確なやり方がちょっと思い出せないんだけどさ。うん。ルービックキューブ。お。マジか。ルービックキューブやるのあれ、うん。僕が一番推してるやつ。そう。私ルービックキューブマジックっていろいろあるんですよ。もう世界中のマジシャンがいろんな研究をしてね、いろいろあるんですけど、あのね、2年前にね、さんちゃんのワンマンショー、あれ初めてのワンマンショーでしょ。そうね。そう、それ見に行ったのよ私が。でそこでルービックキューブのマジックやってて、今まで見たルービックキューブマジックの中で一番好きだ私が。もう一回やっちゃう？ちょっと久しぶりに。マジで？あんまやってなかったんですけど。ショーで見たかったな。まあまあまあ、今日どうせ拓ちゃん下だから、はい、上だから、下だから。はい、下だからね。これ見えてるね。見えてますよ。これまあ、さっき今説明にもあったようにキューブがね入ってるんでしょ。はい。ルービックキューブ、ね。ルービックキューブがね入ってます。はい。はい、でまあね、こうルービックキューブ揃える、はいはい、私揃えられないです。ルービック博士が作ったキューブ、ね。そうそうそう。そう、その話するんだ。はい。これルービックキューブ、ルービック博士が作ったからルービックキューブっていう名前なの。はい。もしタクちゃんが作ったらもう匠キューブって名前なんです。匠スキューブね。まあ、それいいや。じゃあどっちか選んでください。どっちでもいいの、うん、じゃあこっち。どっち、じゃあこっちは私が揃えるか、こっちじゃ揃えてください。はい。で、これまず混ぜてください。ミルブルバラバラ。どんなでもいいの、うん、普通のルービックキューブだ。そう。OK。まあ自由に混ぜました。混ぜました。で、こっちのキューブじゃ私が揃えますから。はい。で、ただ揃えるのにちょっとこうね、鏡が必要なんですよ。こんな感じ。鏡ね。そう、鏡が必要。はい、こう立つやつね、うん、揃えますから。はい、なるほどな。何してんの。あ、これこれ、なんですかこれ。え、桃？これね、ワックスなんですよ。何してんの？これルービックキューブじゃないけど、ワックスなんですよ。何してんの？これで、これでも蓋しか回らないから、うん、揃わないじゃんね、うん、これ揃えるの、まあせいぜい前髪ぐらいしか揃えられないです、うん、でもこれでもこれは揃わないです。こっちはまあ回したか、本物のねキューブ、うん、これは揃えられるから、うん、じゃあどうするんだっけ。これを映ってるね。これをじゃあ中にしまっちゃいます、こっちのキューブ、うん、で手を出してほしいんですけど、ちなみにどっち利きですか。左利き。じゃあこれをこっちで持って、うん、こっちちょっと押さえてて、はい、で私もじゃあ同じようにね、これワックスをじゃあ、うん、中にしまいますか、うん、で、まあ、この状態ね、はい、で左手を離し、あ、右手を離して、まだやらないでください、はい、指を鳴らして息をかける、はい、マスク越しで大丈夫。大丈夫、はい、これ大丈夫かな、まあ、いい。 右を鳴らして息をかけて、はい、中身を出すっていう、一緒にやりましょう、うん、左利きだから指なんないよこっちだと。じゃあ持ち替えよう。持ち替えよう、はいはいはい。俺でも、あ、なるわ、一応ね、はいはいはい、じゃあいきますよ。で、中身を出す。お、そうすると、ほら揃ってる揃ってる揃ってる、タクちゃんも揃ってるし、すごい、中何も入ってないよ。揃ってますよ。しかも俺のワックスもワックスも揃ってる。いや、まだワックスかどうか分かんない、はいはいはい、お、すごい、すごい、なんかワックスなんですよ。匂い嗅いだことあんな、これドンキ売ってたワックスだから、ね、あ、そうなの。どっちも揃ってる。すごい、
すごい、これもうこれ面白いわっていうのを、うん、今日ちゃんとやるわ。ちゃんとやる、うん、ちょっと今セリフがちょほんと2年ぶりぐらいにこれやったわ。いやあのね、マジでこれ本当に好きなのよ一番。まあ本当手抜きとか言ったらだけどね、うん、本当に俺揃えられないから、うんうん、マジックで揃えるしか。いやでもこれ本当面白いよね。やっぱさあのルービックキューブマジックってさ、うん、なんかカシャ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 ってやるじゃん。そういうのないからさ。そうそうできないもん。そうすごいね。だってこれただの箱ですよ、ルービックキューブ型の。そうですよ。なんで揃うの、すごいじゃん。意外とね、すごいじゃん。今見ても全然分かんなかった。あの時見ても何やってるのか分かんなかったし、これをなんと今日来れば見れるという。今日来れば見れる、目の前で。もう見ちゃったけど、見ちゃったけど、まあでも今なかなかね。いやほんとすごい、これ面白い。このご時世なかなか外に出るっていうのもまあ、うん、ですから、うん、ほんと、まあ、今日じゃなくてもね、毎日オズマンドはまだやってますから、うん、次の出演日はいつなんですか今日。まあ急だから来れない可能性が高いので皆さん、うん、今日は明日展開じゃないですか。野島さんと、野島さんとね、あの8月は野島が熱いって言ってね、あの野島さんと、野島信之と高橋匠、はい、展開の出演、はい、オズマンドマヤさんですね。オズマンドマヤ、オズマンドマヤ名前名前ゲームみたいな。たくさんめっちゃ出てんじゃん。12日も和田さんと。あ、和田さんとね、休み明けよ。12日さ、私放送あるんだけどテレビの、うん、オズマンド出るからさ見れないのよ。まあじゃあいいんじゃないですか。なんか予告で大体出てるってさっき言ってたし、ね、そうなんだよね。予告でほとんど番組の予告編でやってるじゃん。ほとんどもう見せちゃってるっていう、ね、うん、もうだからもういいや。まあ他にもね、丹波さんとか、うん、そうそう、丹波さん、あ、本当丹波さん面白い、すごい人出てますから面白い。そうで13が私と伊豆さん、お、もう伊豆サンタビューティフルコンビ、ビューティフルコンビね。すごい、タクちゃんめっちゃ出てるから、もうなんか1位っていうのもちょっとあれだわ。いいよ、いっぱい入れてます、いっぱい入れてます。で私もそういえばなんか20、あれこれ言ってんの28、29、サンちゃんと一緒のショーないよね。そう、今月ないんですよ。これはちょっと抗議していかなきゃダメな、ダメダメダメ、うん、なんかおかしいよね。うん、ベストコンビなのね。そう、野島さんとタクちゃんが2回入ってる、うん、え2回ある、ほら、なんでなんで間違えたんじゃないこれ。間違えたのかな、うん、いや、いいんだけどね、野島さんも、うん、野島さんもいいんだけど、やっぱさ、さんちゃんとね、まあね、うん、そうだよ、仲良しコンビだからね。確かに1回もないっていうのはちょっとなんか策略を感じますね。そうだよね、なんかね、陰謀感じるよね、うん、で28、29は結局どうなったかって話はまだ未定か。28、29、これは いつ発表するの？知らない。でもどうやらね、うん、まあ俺の口から言うのやめとこう。なんか情報リークがあった。そうそうそう、ちょっと昨日ある話を聞いて、ちょっと、まあ今こういうね時だからちょっと、うんうん、まあ いやちょっと、まあ、いずれオズマンドから発表があると思います。それはオズマンドのビラインがリークしちゃったっていう話もあるけどね、うん、まあ、でもしかし8月22ですよ、一番やっぱいいのは。これあのまず展開がタクちゃん一人ね。え8月22、一人なんで。まあ誰も手に負えないからじゃない。誰も手に負えない、どういうこと。手に負えない。だけどほらオズマンドがなんと3タイガーですよ。あ、3タイガー、あの素晴らしいサンタとタイガー、はいはいはい、3タイガー、ね、3タイガーですよ、うん、だからもうまず3はどっ3体が土曜日だから、でも10時までで、も2部あるからでしょ。あるからか、うん、じゃあ3体が見てタクちゃんを見てっていう、タクちゃん見てまた3体がいける。そうそうそう、したらなんと、うん、6000引きぐらいでしょうね。そうだね、6000引き。あのオズマンなかなか知らない方もいるかもしれないですけど、オズマンド行ってその後すぐ天下行くと3000引きなんですよ。どちらも飲み放題ですよ。しかも
たった3,000円でもうワンショー見れるという、ね、この事実はあまり知らない。あと会員制だと思ってる人がたくさんいるんでね、あの天界会員制じゃないです。天界はね、そうよく言われるんです。会員制どうやったら会員になれるんですかって、ね、会員制じゃないんです実は。そうなんですよ、まあ、逆もしっかりね、天界からオズモンといってもまあマイナス3000円、3000引きされるので、一番いい方法だとは思いますけど。そうね、マジックするんですかって聞かれてるよ。ん？もう一回やる？いや、しました。もう一回やる？はじめまして。もう一回やる？いや、もう大丈夫、もう揃っちゃったから。もうこれ、このワックスはもう戻らないから。なんで？だってそうしたら次のマジックできないじゃん、これ使えない。また買ってくればいいんです、ドンキで、うん、だって結構するでしょこれ。1800円ぐらい。結構安いね。もうちょいするのかと思ったけど、まあ、シールを貼ったりするのになかなか苦労。あ、これ何、サンちゃんが貼ったの？そうだよ。嘘、俺貼ったんだよ。もともとだってこれ真っ黒なワックスだよ。え、でもこれなんかこうなってんじゃん。そう、もともとなってんの、それ。え、じゃあこれをキューブワックスって名前で真っ黒で売ってて、それに俺はシール塗って、え、ルービックキューブ、すごい、それ見つけてこれルービックキューブだって思って貼ったってこと。そうそうそう、やるやん。シール剥がした後もちゃんとあるし、さすがだ。そうなんです、さすがじゃん。さ、ということでね、帽子かっこよく作ったね。これ作ったの？作ってないよ。作ったのこれ？作ってないね。作ってない、作ってないね。作りたいけど帽子は、うん、いいじゃないか。なんかいい形だね、帽子が。なんなんだね、なんかネズミの、ネズミでかいネズミみたいな。どういうことだよ。でかいネズミってどういうことだよ。またいつか生きてる間に行きますと、ゆいさんが。あら、生きてる間、まあ、ってことはあと80年ぐらい。80年、そしたら100歳超えだね。まあ、ゆいさんいくつか分かんないけど、まあ中学生と、うん、まあ、ゆいさんが生きてる間よりも私が生きてる間に、あ、そうだね、そう見に来てほしい、ね、あと3年ぐらい、あと3年ぐらいだから。私の寿命、本当に。そうね、そう、オズワンド行きたい、私も行きたいでしょ。テレビ出演録画予約したよ、だって NHK だよね、来週。今週だね。今週か。12日の、あ、来週だね。12日の7時半から NHK 総合2時間番組スペシャルで、うん、いろんなマジシャン出ますけど、誰が出たっけな、ソラさんと、まあ、丹波さん出てますね。あとね、高重翔さん、うん、フィズムアクトちょっと短くしてやってます。あと藤山泰治さん、うん、すごい、うん、フィズムの、そう、すごい面々が、そうそうそう、面々が、あといろいろマジシャンね、 MH 君も出てますからね。 MH 君ね、そう、そうですね。就活でマジック見せてって言われるまでマジックの話は出さない方がいいと思いますからって、なんかすごい深刻な、うん、深刻な、なんかすごい質問来たね。就活、まあ、就活したことないからね我々。そうだけど、言わない方がいいと思う、まあ、絶対言わない方がいいね。言わない方がいいと、自分からできますとかあんま言わない方がいい。そうそうそう、言わない方がいい、ね、頼まれて分かってしょうがないから、じゃあ見せてあげようぐらいのスタンスが一番ちょうどいい。そう、あの、自分からね見せちゃうと。そう、常々ね、ブッチさんも言ってるけど、マジックやりますって言ってマジックやっちゃ終わりなんですよね。うん、そう、ブッチさんのせい、ブッチさんのせいにしたけど。ブッチさんが言ってたからね。そう、でもね、あの、その考えは本当分かるのよ。いやでもそれは確かにそう。あのマジシャンがね、あのマジックする前に私マジシャンですって言ったら終わりなんですよ。うん、それなんでかっていうと、例えばね、この鳥が空を飛びますって言ったら当たり前すぎちゃうじゃん。そうだけど、このウサギが空を飛びますって言ったら驚くでしょ、うん、マジシャンがマジックやりますって言ったら普通じゃん、うんうん、ね、だからマジシャンってことは隠さなきゃいけない、マジックする前。まあ確かにね、そう、
なので、まあ、それはそう言わないでください。言わない。なんかまあ本当で隠してた方がいいよね。そう。なんだったら。そう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 。でちょっとさりげなく本当ね、うまい使い方っていうのがあるはずね、マジックの。そうだね。うん。前は使い方ね、使い方ね、悪いことしか思い浮かばない。昔を今は全然やってないけど、昔よくやったのは居酒屋行った時はだいたい箸、うん、紙に箸入ってるじゃん、はいはいはい、あれの紙の中に自分で線を折り曲げて入れとくの最初から、うん、でこの店なんか当たりあるらしいよっつってこうやってみんなを破くの、うんうん、で俺の破くと中からお金出てくるんじゃん。ああ、はいはい、マジックでもなんでもないけど。うん、うん、えみたいな。そうね、すごいすごいみたいになって、そう、ね、うん、あそういうのね、当たり、そう当たりの使い方、あと音鳴るしをわざと置いてたりしたことある。ああ、ピュッピュッってやる。そうそうそう、こう音鳴る で、はいはい、で醤油は鳴んないの店のだから、うん、でその醤油も鳴るやってみっつって鳴んないでみんなこうやって、うんうんうん、それは鳴らないっつって、ね、なるほどね。そうそうそう、そうね、スクイーカーあるじゃん、うん、スクイーカーこうなるやつ、ね、ピッピッってなるやつ、あれをね、私スウェーデンに行った時にイケア行ったの、うん、でね、イケアのぬいぐるみ売ってるコーナーでピュッピュッピュッって押してたの一人で、うん、そしたらね人だかりができてみんなこうやって押してで鳴らない鳴らないって言って人の音ってピュッピュッって鳴らしたり、うん、だからなんかあれだよね、マジックってその人たちは思ってないけどそういうことが起こると、ね、確かに確かに急に起こるから楽しいんだよね。あれ思ったけどさ、ピッピ鳴らしてたら鳴らしに来るんだよ人が、うん、でピッピ鳴るおもちゃってさ結構ペット用のさ、そうだね、ぬいぐるみとばっかじゃん、うん、人間用のも鳴らした方がいいよね絶対ね。そうだってピッピ鳴らしてたらみんな鳴らしに来るってことは鳴る方がいいんじゃん。でも鳴らしに来ても買うかどうかは分かんない、それは。まあでも一応アテンションは取れるから。鳴る靴とかあるよね、歩くたびに。ああ、あれはちょっと、あれちょっと欲しいよね。いや、あれうるせえよ。昔バイトをしてた時に先輩の青木さんって人が、うん、なんか靴に穴が開いて 両靴に、うんうんうん、歩くたびにキュッキュッキュッってなってた、うんうんうん、だから青木さん食うたびに分かるって。へえ、へえ、えっちょ。そうね、形作ったのかこれ。あ、まあまあいろんな形になりますよ。あ、そうなんだ。そう、こうこうな、そう、これキャスケットでね結構でかいのよ、うん、ボコッ、ああ、そう、いろんな形作れるのよ。なるほどなるほど。そうそう、そんだけ。なるほどね。そう、あんまりやるじゃん。いや、ほんとね、ハッターになりたい。帽子を作る人。そう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 、ハッカー、ハッタ、ハッタ、あのね、日本にはあんまもういないんだけど、老舗のお店があんまないから、でヨーロッパ行くとか行くと本当に師匠みたいな、マスターみたいのがいて、うん、で仕入りして帽子を作る職人になったりできるんだけど、うん、まあ、次はね、もうマジックやめてハッタになろうかと思ってる。なあ、うん、俺もなんかこの楽器名思い出せないけど、これ弾く人になるわ、うんうん、お互いのそれぞれの道を進もう、ね、あのね、あれなのよ、面白いんだけどね、マッドハッターっているじゃない、うん、マッドハッターで、不思議の国のアリスにで、英語のね、ことわざじゃないの、なんか言い回しでマッドアズハッターっていう言葉があるの、帽子屋みたいに行かれてるっていうセリフがあるの、うん、でそのセリフの由来がね、昔はね、帽子作る人はアンモニアを使って帽子のフェルトとかを柔らかくしたりしてたの、うん、でアンモニアをずっと触ってるから皮膚からね、こうアンモニアをどんどん摂取しちゃって、うん、でアンモニアをめちゃめちゃこう吸収すると、うん、頭がおかしくなるのって。毒臭。そうそう、毒臭みたいに、猛毒柳みたいな。猛毒柳じゃん。そうそうそう。だから帽子屋は昔ね、みんな行かれてる感じだったんで、笑い方とか、そう、それで、あ、そう、本当にそうなっちゃった。そう、本当にそうなっちゃって、だからマッドハッターというキャラとかがいたの。今はアンモニア使わないけどね、体に悪いから。そうなんだ。じゃあマッド
アンモニア使っていけばいいじゃん。そう、逆に使ってこう。逆に私はアンモニア使ってます。そう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 、サンちゃんのアンモニアだね。ん、マジックする人で洗面所の鏡で練習してカードちまけて専用させるのはあるあるなんですか。あー、でもあるわ。まあある、俺塗る、結構塗らまあ、うん、何数枚ね、2枚、2、3枚落ちて濡れちゃう。まあ濡れちゃうことはあるね。ただ洗面所でぶちまけて、まあ、水没まではいかないけど、水没まではいかないけど、うん、まあ濡れちゃうことはね、濡れることはよくあるよね。あるかな、髪だからね。うん、なんか濡れるとすぐさ、黒くなるじゃん。あの、なるなるなる、海苔にさ、水が染みたら、もう最悪だよね。最悪だね。でもまあ、マジシャン向けの話だけど、1枚だけさちょっと濡らしておくとサイドが黒くなるじゃん。 あそう、それ思ったことある。キーカードになるね。俺わざとよだれめっちゃつけてやろうと思ってた。そう、そこまでする。あれさ、なんか人から、例えばヨーヨーさんから借りたデックとか必ずなってんじゃん。ヨーヨーさんが持ってるトランプ全部濡れてる。全部濡れてるからね。なんかしらの理由でね。そう理由は分からない。理由は分かんないけど、なんか濡れてんだよ、うん、だからまああれなんだよ。そういう人から借りたデックでそうなってると結構。あとあれだよね、さつきちゃんから借りるデックも大抵濡れてる。そうね、あれはただ他の理由でね。そう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 。いや、あのね、雑なんですよ。雑ん、雑ん、 雑だからね、普通に濡れたテーブルとかに置いちゃう。そう、絶対テーブルの上とか濡れてるから、バーとかは。基本的にその上にトランプ置いちゃうと。そうそう、新しいデック開けてもすぐ濡れてます。そう、今やっと退勤しました。お疲れ様です、ね、お疲れ様でした。お疲れ様です。さりげなくが一番ということで。さりげなくね、さりげなさが一番ですよ、やっぱり。さりげなくやっていこう。さりげなくよ。マリシャン辞めちゃうの、初老の私だけど、たくみくんに会いたい。会いに来て。私も生きてるうちに言ってるからね。そうだね、生きてるうちに。初老ということは、まあ、あと60年。60年どういう計算なの。100歳まで生きるって。初老って40歳から初老らしいじゃん。あ、40から初老。そうそう、これトリビアの泉でやってたの。あ、そうなんだ。あ、じゃあもうブチさんとか初老だ。ブチさん初老ですよ。おい。ばあさんも初老ですよ、言ったら。うん、そうだね。うん。まあほとんど初老だね。そうね。うん、ほとんど初老。ほとんどの人が初老。好きなデックを教えてくださいだって。好きなデック？好きなデックね。薄いデックが好きだわ。うん、やっぱ薄いデックよね、うん。さっきちょうどね、ジョニオさんにね、薄いデックもらったんだよ。あら。今ここにあるわ。やっぱ薄いデック使いやすいよね。これがなんかどうやらね、めちゃくちゃ薄いらしいんですよ。何これ。クラブカジノ。クラブカジノ。アルスさんが。へえ。ブルーシールじゃない。勧めてる。そう。ヴィンテージじゃん。おはい寄せ。なんか開けるのもったいないんだよね。でもこの、うん、待って、持ってみ。これめっちゃ薄いから。あ、もうもうもう。で、これジョーカー4枚入ってる、うんうん。え、マジで。めっちゃ薄いじゃん。比べられる。ある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 。まあこれもまああれだけど。まあまあまあ。うん、まあ、いや同じだね。同じじゃんよ、ちょっと。オズマのと比べるのもちょっとなんか。そうだね。まあまあまあ薄いんですよ、とにかく。オズマのデッキ比べたじゃん。まあ普通のデッキと比べると随分薄いですよ。うん。まあ、別にうちで出してるわけじゃないから、そんな宣伝するほどの話でもない。まあそうだね。まあ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 薄いっすよ。こんぐらい。こうやるとまあもう発行の時点でも3枚4枚薄いね。うん、すごいね、うん、これね、開けない方がいいよ。もう来年じゃない、将来高く売れると思う。違う、あのね、なんか貴重なデックってね、開けるじゃん。開けて、おおすげーってなんだけど、その後ね、開けなきゃよかったってなるんで。まあね、ただのトランプでだって。いや、そりゃそうだよ、全部そうだよ。いや、本当にそう。それだってデックなんていっぱいあるじゃん。でも開けないと、うん、トランプの意味ないじゃん。
いや開けなかったらもしかしたら高く売れるかもしれないし、価値もあるじゃん。高く売れる、まあ、まあそうでしょ、価値があるでしょ、うん、開けるじゃん、うん、ただのトランプなんだよ他のデックと同じなんだよそうなんですよね、ただのトランプなんだよそうです、開けない方がいい、プロフェッショナルクオリティって書いてあるんですか、うん、これ開けない方がいい、バイシクルで十分だよ、本当にバイシクル、やっぱね、うん、そうね好きなデックバイシクルだ、バイシクルだバイシクルいい、結論だよ、バイシクル、バイシクルを超えるデックは出てこないという、うん、まあまあでもオズマンドにね、あの私いるのでオズマンドデック常に使ってますけど、まあ普段使いだったらバイシクルで十分だよね、うんうん、やっぱ一番いいよ、質もいいし、そうね、コストパフォーマンスもいいしね、デザインもいいし、デザインもいいし、そうバイシクルですよ、バイシクルで、初老はいい味出すよ、だって出汁取るといい味出るってことかな、なるほど、出汁を取る、出汁を取るとね、ブチさん出汁取ってみようかな、世間だよ、さらっとやってください、これまだね昨日始めたばっかりなんで、ね、でもちょっとだいぶなんか、うん、昨日始めた割にはうまくなってね、すげえうまくなってる、すごいうまいね、もうすごいね、そっちの色もあるじゃん、うん、はまったらマジックもそうだったけど、もうマジでずっと練習するからね、いいじゃない、マジック以来のこんな、なんか練習してる、いいじゃん、これもうマスターになるじゃん、うん、まあ、まだ全然超貴重なね、うん、貴重なん貴重、あまだ始めたばっかりですけど、貴重ってなんで出てきたの今、貴重前田さんに憧れてタリホーばっかり、これわかるね、あやっぱね前田さん世代はタリホー買っちゃうんだよ、そうね、でね最近だけどタリホー久しぶりに触るとさ、びっくりするよね、びっくりする、めっちゃ質いい、質が良すぎてびっくりするね、本当にいいよね、タリホーは素晴らしいわ、最高だね、タリホーってバイスプレイングと違う、なんか違うよね、いや、ユースプレイングなんだけど、なんか髪が違うのかな、同じところで作っててもそんな違いが、そう、そんな違うのよ、あの前田さんから教えてもらったんだけど、その時によってね、あのさじ加減が違うんだって、ノリノリ用とか、そのスタッフによってって違う、そうそう、だから本当にいいのができるのはそれ次第らしい、ああそうなんだ、そうそうそう、本当にいいやつはマジでいいからね、あとね、あのトランプ開けないで寝かせておくと質が良くなるんだって、なんでかっていうとノリがね乾かないんだって、完全にあの届いてすぐ開けちゃうと、でなんかノリが乾かないとねちょっと柔らかくてすぐふにゃふにゃになっちゃうんだって、だけど何年か置いとくと乾いてパリッパリになるから、すごいね、だから昔のデックはすごい質がいい、そうそう、昔のデックだからもう何十年もさ開いてないじゃん、うん、だから開けた時にめちゃめちゃ質がいいっていう話なんじゃないのかっていうね、話が、うん、まあそうね、日本はね、今開けるとすぐ死ぬからね、うん、あんまり心境するな、いやだからね、結論が言うと開けない方がいいって言うトランプ買っても開けないと、うん、バイシクルでいい、開けるのは、ね、バイシクル開けていこう、バイシクル開けていこう、そう、オズマンドの新色もすぐ出るのかな、あーね、出るっていう話だね、リオさんがリークしてたよね、うん、なんか薄ければいいなと思ってるけど、薄ければいいね、本当にね、そう、これアサあらアサラとあの、ま、パチカとも言うんですよね、パチカ、パチカと、パチカ、パチカの方が覚えやすいな、パチカって、いやアサラとの方がかっこいいな、アサラと思い出せないんだよその言葉を、ね、昨日から聞いてるけど、なんだっけ、アサルトだっけ、アサルトライフルみたいでいいじゃん、そうそう、アサラと、アサラと覚えられないね、息子と母なのか、そうだね息子と母なのね、うん、
アイス息子コメント内で会話してるっていうそうね、すごいね、やるじゃんやるじゃんやるじゃん、ミリオントランプあるよ、ないよ多分すげえな、梅雨時期はデックがすぐダメになっちゃう、お二人はどういう対策をしますか。梅雨時はね、うん、ねちょっと梅雨時はあの USB-C だとねすぐふにゃふにゃになっちゃうんですよ、湿気が多いと。なので私はねあの湿気やばい時は台湾製使ってるんですよ。台湾製はねすごい硬くて張りがいいから耐えるんですよ、湿気に。だけどまあ、あの悪い点もいい点もあって、バイシクルはねふにゃふにゃになっても箱に入れて置いとくとね復活するんですよ。ほう。だけどね台湾製はね使ってぬるぬる、なんかベタベタになるじゃん台湾製って、うん、一回ベタベタになったら入れといてもねもう復活しないの。そうだからまあそうね、使い分けるのはいいかなと。まあ、特にね、うん、ダクちゃんみたいな一つのデックをずっと使ってくる、そうそう酷使するから、酷使酷使ジップロックに乾燥剤やんない。ああ、ね、冷蔵庫に入れたりはする。冷蔵庫に入れたらどうなの、うん、冷たくなる。うんでも結構冷蔵庫に入れる俺、いや、うん、スペイン誰から聞いたんだっけ、誰から聞いて、うん、やってたよ。あそう、冷蔵庫にで本当にしばらく開けると治ってたのかな、分かんない、なんか冷たくなる。なんか新平さんはスペインがね確か冷蔵庫に入れるんで、うん、でそう結構スペインのね行った時もみんな冷蔵庫開けるとトランプ入ってる、トランプとビールがバーって入ってて、そうなんだ、トランプ入れるんだ。トランプ用の冷蔵庫ちっちゃなんじゃん。そんなあんの。え違う違う違う、ちっちゃいトランプ用の、じゃあトランプ用の冷蔵庫にすればいいじゃん、ちっちゃいの買って。いやそんなトランプのためにそこまでしたくないただでさえ普通の冷蔵庫すらうちにないのに冷蔵庫ないんだ。ないよ。あらあら。でも新平さんもあれだね、ジップロック入れてた。うん、まあ新平さんとかも特にそういうなんか本当辛いハンド系の人は、そうね、そうそうそう、辛いハンド系はね特に辛いよね。辛いね。海苔食ったりとかお菓子買ったりとか、ちっちゃいやつついてる、はいはい、乾燥剤、あれを、はいはいはい、なんかあとアルミじゃない、なんだっけ、サランラップに巻く人もいるね。あ密閉してみたいな、ね、そうするとなんか大丈夫なるらしいけどね。トランプ集めはまったら止まらなくなると思うのでバイシクルだけにしてます。そうですね、そうだね、バイシクルだけ、うん、誰もがハマるよね最初は。ハマっちゃうね、うん、ハマって気づくんだよね、いずれね。そうね、いずれ気づく気づくんだよね。必要ないなって。必要ないなって思うね。まあまあ必要な人もそれやっぱ、うん、カーディストリーの人とかはまあ必要な人もいるけど、うん、なんかね、そうなんだよ、マジック見せまくってるとさ、やっぱプロになるとさ気づくこといろいろあるじゃん、うん、バイシクルでいいじゃん一番安定しますから、うん、いやそれとかトランプなら何でもいいなってなるよね、やっぱね。そうね。うん。あ、出る？出る？今話題の。大志くんが来たの来ましたけどね、はい、様子見に来た。もうでももう一発屋だったからね。そうだね、もうそんな話題になってない感じやってさあということでね、はい、もうなんだかんだもう結構やってんね。なんだかんだやりましたよ。やりましたね。いいじゃないですか、いいんじゃないですか、いい感じに。はい、そろそろ、うん、そうちょっともう始まるんでお店がね、はい、そうだね、うん、来てください、暑いけど。暑いけどね。あとまあ感染対策は本当、うん、やってますからね、ちゃんとすごい、はい、もうそこら中アルコールまみれですよ。うん、マリさん以外に何かやりたいことありますかって、サンタさん。いっぱいあるよ
あるよねやっぱね。誰なんなんねいっぱいあるよ。あるよねやっぱね。うん。はい、なんかある告知。まあ今のところはないけども、まあテレビ見てくださいね。ああテレビ、はい、テレビ見てください。まあ俺も映ってるからね。そう、さんちゃんもあの高重翔として。そう、高重翔さん、さんちゃんが高重翔さんのね格好してやってるからね。さあ、ということでチャンネル登録をねよろしくお願いします。はい、チャンネル登録お願いします。はい、あとなんだっけ、今日展開ね。展開で、展開で、私オズマンドで2回ショーやってます。7時からと9時からです。展開は1回だけね。展開1回だけです。やってますから。はい。ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。また後で。また後で。明日は誰だっけオズマンド。明日はマヤさんと。マヤさんもやるの配信。マヤさんはオズマンドだね。ああ、まあ、配信も展開営業してると準備がね。 ああ、そうだね。そうなんですね。ここで撮影してるから。うんうんうん。まあということで、はい、こんな感じで皆様本当に健康に気をつけて、うん、ステイホーム、ステイホーム、オズマンドに来てください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。サントでした。たくみでした。